あ、水嶋ヒロが結婚やで。そうそう、誰とですか。あ、彩香ちゃん。彩香ちゃん。すごい。まだ若いやろ。若いでしょ。いくつでしたっけ。24やろ、水嶋ヒロって。彼女は21にした。彩香ちゃんって21やねんな、あれ。私の1個下だ。21歳やね。下ですか。すごい。彩香ちゃんって自分で曲作ったのか、あれ。あの子21にした、立派やな。うん、しっかりしますよね、曲のな、うん、曲の作り方、立派立派。うん、あー、すみょんや、今日結婚とか、もったいないよな。もったいないんですかね。いや、ファンはつまらんやろ、水嶋ひろの。さあ、今から。女性の方多いですもんね、きっと、ファンが。あ、そっか。ファン多いじゃん、まあ、うん、あの、今の時代はね、結婚しても大丈夫なような時代ですけど、我々世代は考えられへん結婚ですよね。さあ、これからやって、お互いね、これからやるときに、結婚って言ったら、ね、不安がつまらないだろうしとか、特に我々警戒した世代ですか、私はね、お笑い芸人が警戒した時代ですから、なのに、ああ、結婚か、とか、なんか複雑な心境ですね。24歳と21歳。まあ、あの二人やったら、持ってるもんがいいから、その芸能生活には影響はないやろけどもね、不安がつまらんやろ。確かにね。そうそう、不安。俺やっぱ不安第一に考えた世代やから、不思議な感じですね。そうですね。あんな男前でね、慶応やろ、あいつ。水嶋ひろって。あの顔で、慶応でスイスに留学行ってて、そうなんですか。サッカー、全国高校サッカー先生出たんでね、あいつ。もっと、すげえ。すごいね。早漏やで、絶対。俺の勘やけど、なんか。これ。下手とか、その感外れてると思います。まあまあ選ばれし人やから、愛して芸能界で有名になった、はあ、ねえ、ほんで今今日現在に至ってんねやろけども、はい、もったいないような、ええ子らしいね、真面目なね。確かにファンの子はちょっと寂しいですわね。そうですね、と思いますよ。だから真面目でね、トークの受け答えがね、一つ一つ慎重やとか言ったけどね、今日テレビではね。だから真面目やから面白くないんやろな、絶対会話してて多分。ああ、そういう欠点があるのかもね。あるかもしれませんね。ああ、まあそんな、まあ大きなリアクションもしてないと思いますよ、普通に。そうやねん、そうやねん、はい、でもね、村上さん、はい、大きなリアクションいらんみたいで、このご時世。いるって。村上さん、欲しい欲しい、欲しい、あのね、いらないよ。この間、昨日も本当にちょうどそんなまでやったら、あのテレビがつまんないねと今ね、はい、昼もあんだけ3時間4時間だ、はい、で、メンバー変わってまた情報報道、で朝からね、はあ、考えたらもう4時半ぐらいからずっとですよね。4時半ぐらいからもう夕方の要するに5時まで同じような番組がずっとやと、確かに各局やるわけですよね。うん、ぶっちゃけた話、俺なんかはおもろないわけで、お笑いを愛する人間としてはね、はいはい、何やねんこれとか、そこのチャンネルあれしても、はい、でまたね、私の、司会っぷりの、感じでは手を抜きすぎとか、はい、あっさりやっとるなとか、はい、でもあれがいいんですよね、あっさりやっててっていうことになったんですよ。でもやっぱりさんまさん無理だねいう話になって、いやでも浅田美代子さんもね、絶対ダメだよねあれとか言って。そんなことはないでしょ、やっぱり一つ一つ拾ってあげて。俺は拾いすぎやねん。お前のこの間のお前、村上食堂レポートの時もあれうるさいやろあれ。確かに。そうなんだ。びっくりしてました。あんなのね、4時間見せられてみ。じゃあマジで。いやでも、いやでもね、楽しい言ってましたよ。すっごい楽しかった言うて。どこに。楽しいとかいう問題じゃないんだけど、俺も笑ったのが、お昼の、なんか、旬な食べ物とか言うて、コーナーやったのが、はい、来て、ほんでみんなで食べ、どうですかと、あ、美味しい美味しい。これ、あれね、醤油味作ったやつだけど、これ、あ、甘みがあってなかなか美味しいケーキですね、とか食べてるわけですよ。はい、俺あんな食べ方できひんやんか。無理ですね。な、俺が食べたら、美味しいわって言ったらお前は絶対。そんなことないですって。美味しいわけないですよ。ほんまこれ美味しいね。絶対美味しくない。美味しい。ほんまや。なあ。やろ。いるでしょ。これね、昼間いらないね。ほんで松の真ん中横にいたらするよ。このね、村上さんが首に巻いてらっしゃるの、これ松田君何色、
ブルースカイブルーでございますお前ブルー2回言ってるけど濃いんですよ濃いんです普通のあのコーンより濃いんですブルーより濃いんでこんなのね見たい冷静にでも見たらやっぱりいりますっていりますよ、 いりますよ4時間いらんで4時間いやでも4時間全部はせえとは言いませんけどいりますって、うん、でも客席俺がステージでそれやったんですよ今のネタをね、はい、こんなこと言いよってみんなね俺の周りは、はい、客席拍手を送ってもらってだからいるんじゃないですか必要としてるんですそうそうあんたらやるとそうそうそうっていういやいりますって私は怒ってましたからね。だからあの27時間テレビでこう続けてああいうまあ俺のね司会っぷりとか俺の運び方は27時間去年、生でやりましたけども、はい、あれを4時間って言ったら短いと思うだろうけど、その4時間を毎日になったら嫌でしょ。濃いですねそれこれ。濃いやろ。もうテレビ捨ててもラジオにしたいか分かりませんねもしラジオ聞くでもやっぱりいりますよいやいりますよいると思いますいや本当に、楽しいじゃないですか、テレビっていうのは、まあ、我々はね、はい、楽しくなければテレビなんじゃないの、要するに富士のコピーを作った世代、はいの人間ですから、そういう割り切り方はできるんですけどもね、今はやれ情報だなんたらだとかになると俺らはこれいらんなっていういりますって情報番組で欲しいお前なんか絶対いらんよねこんなこといりますっていや本人の前で言うんじゃないけどいりますってお前昼合わへんやろゲスト来てくれとか、まあ、いやギャラが合わんのちゃいますか高すぎてあ確かにね考えたら朝でもそんなことやってたらあんまり呼ばれへんだったわ今日もね、はい、要するにお前も桜今桜季節やから、はいはい、綺麗ですって言ったらあれ松尾番内追ってみるうわ綺麗とかうわこれ昨日幹どうなってるんですかとかそれ言いませんもんね桜の花そうそうお前もね夕方に帯であったけどねあのレギュラーで、はい、よく建物のうわー鉄板使ってますねとか言うとったけどだからあれ俺はおもろいけど、はい、他視聴者はおもんないからオールサイドやろお前まあ確かにディレクターは次行けってずっと指示してましたもう次行ってくださいみたいなもう時間もないしもう鉄板褒めてる場合やないから確かにいらんなと思いましたねでね、はい、鶴瓶兄さんもね言ってましたけどね鶴瓶さん頭がアップで打った時にね、はい、アホうわ毛深い膝言ったんですよあんないちいちいらんねん頭が映っちゃうわあ綺麗な膝とかこれ今ぬっくんなんか飲み屋でやってるのはねぬっくん飲み屋で縦膝つじゃダメやあこれ頭なんですってうわ新しいの発見してますね楽しいでしょいつも言うてこんなんな今やったって役に立たんな立ちますって情報だなんたらだいう時代になあかんなだからそういうことができないからもうそのパッとしかできないんでしょうねえそういうことができないからもうその普通にそのまま言ってしまう分じゃないですかそういうことはね難しいですよ難しいよね俺はやりすぎやねんえ やりすぎやねん俺たちはよう冷静に考えたらもう一コマ一コマ笑わそうとしてるやんか、まあはい、ウケるウケないは別にして、はい、あれはあかんよ庄司そうですか、うん、素晴らしい芸術に思いますけどねもうしんどいもん誰か食べてうまい言うたら俺2番目やんそれは絶対それは絶対ない一回言わないね3番目や3番目二人はうまい言うたらそれは絶対ないとか言うのはねもういけないと思う考え直そう